民部省殺民部省札は、明治二年十一月十五日から翌年にかけて、明治政府の民部省によって発行された政府紙幣、大乗館によって発行された大乗観察の保管の役割を果たした。明治政府の成立後、江戸幕府発行の貨幣に代わるものとして、大乗観察後詞が発行されたが、財政保管を目的として、高額金札ばかりが発行され、 一分一種がほとんど発行されなかったために民間の需要に応えることができなかった。そのため民部省によって二部一部二種、一種、計四種類の紙幣が総額にして750万両分発行された。これが民部省札である。民部省札一両は大上観札一両と交換することが可能であった。ただし、 あくまでもこれは新紙幣流通までのものであるとして、通用期間は5年と定められていた。だが、明治政府の基盤が固まっていなかったこともあり、大上観察ともども偽札が各地で作られた。明治4年に発行された新しい紙幣との交換が開始され、明治6年3月30日には、金札交換交際証書条例が公布されて、大乗観察。 民部小札は原則として、年6分立家交際と引き換えに改修されることとなり、大倉省より、明治9年6月30日に、民部小札の通用、交換を停止するとする通達が出された。だが、改修に時間がかかったために、最終的には、明治11年9月30日を期限として、通用、交換が停止され、その残務処理を含めて、 翌年の明治12年までに、その回収をほぼ終えることとなった。ありがとうございます。